韓国南部のキョンサンナム南サチョン市の沖合で、32本の足を持つ水ダコが発見された。この不思議なタコをめぐり、韓国ネットユーザーらが様々な主張を展開する中で、一部のネットユーザーは日本の放射線の影響を指摘している。去る23日、キョンナ南日報やプサン日報によると、サチョン地域の漁業者が今月15日に32本足の水ダコを捕獲したと伝えた。 南体動物である水ダコは頭と八本の足を持つが、その日取れた水ダコの足は木の枝のように三十二本に分かれていた。漁業者は水ダコの近量器なので話してやろうと思ったが、足が多いので詳しく見てみた。生まれて初めて見るものだったため、研究用に必要かと思い、保管していると話した。このニュースについて、韓国の一部ネットユーザーは日本の放射線の影響により、 危険の解散物が発生したのでは。安心して食べられない、南部地域にも放射線の影響が出始めたなど不安視する声も。しかし、学会では水だこの足にできた傷が癒される過程で過剰再生現象が見られることもあるという。この点を挙げて今回のことを日本のせいにするならば、世界のあらゆる突然変異はチェルノブイリ原発事故が原因になる。 事実関係を調査してから意見を述べるべきなどの声も多く寄せられた。一方、日本では1957年に85本足、1988年に96本足の水だこが発見されたことがあるとも伝えられている。